さすがに僕たちは時間がなかったりするから、まあ、そういう時に、まあ、暇な織田さんとか暇な織田さんとか僕の場合はチャンスを本当につかましていただいて今僕に前向きに頑張れてるんですけど何回もその救ってくれた人の言うこと聞けないと裏切ってきたやつがいっぱいいると思うんですよ。でもそれをあの、ね、難しくてじゃあ誰の彼でも引き上げていいのかって言って簡単にステージに乗っけちゃうとその成熟してないと考えが精神性が成熟してないと絶対ある方向に行くんですよ。だから引き上げ方とかそいつをどこまで引き上げていいかとかも本当全責任持って見ていかなきゃいけないと思って。いやそれが本当そうですよね、うん、めちゃくちゃその問題がありますよ、ね、あるし本当にそれは懸念してて、うん、なんかブレイキングダウンに出てそのまあ有名になったりとか、 なんかその話題になったりして、うん、でまたなんか悪さとかされちゃうと結構苦しいのあるじゃないですか、うんうん、そうだね、僕らはその構成してくれるその場を用意してて、うんうん、少しでもうまくいってほしいなっていう気持ちで、うん、その手を差し伸べてるのにそれでまた、ね、あの悪いことしちゃってっていうのは一番苦しいなっていうのはありますね。カイ君ってさ、信原君見てるじゃん、はい、彼ってさ、本当にさピュアすぎて怖さもあるよね、こう出会う人によって白にも黒にもなっちゃいそう。本当そうですよ、ね、だから僕が近くにいて、そうだよね、なんか全てその関わる人とかっていうのをジャッジしてるっていうか、だからヤクザでいうとヒットマンとか一番なりやすいタイプになる純粋に親子信じちゃって言ってこいつ行くタイプですよ。だって今カイ君が信原君に指示して殺せって言ったらリクト君殺しに行けって言ったら多分行くよ。殺すやん、ノワラ君ヒットマンっぽいんだな。いやいや、でも彼はあのちゃんといいこと悪いこと分かってます、うんうん、彼は本当に成功例だと思いますよね、うん、本当にブレイキングダウンで、うん、あの人柄というか、 なんかその人としても成長してるじゃないですか。そうそう、聞いたら結局はもう、ね、きっかけと環境ですよね。環境すごく大事ですね。なんか例えば前回で前々回がなんか失敗した久保田悟とか、うん、俺は結構今でも連絡取ってて、うん、あの今あいつが頑張ってるっていう、ただその頑張ってるだけじゃダメなんだよっていう意味でこれは厳しいこと彼に言っちゃうんだけど、うん、でもそのすぐにチャンスを与えすぎじゃないかみたいな声がブレーキングなんてすごい多いと思ってることは、でも関わった人たちが引き上げるとじゃどうするのってこともあると思ってて、うん、で久保田悟にしたって誰にしたってそうなんだけど、そのじゃあ必ずしもすぐにあの横のつながりがあるからって引き上げれるかって言ったらそうじゃないじゃないですか。やっぱ厳しい思いもしてもらってると思う。それも全部ひっくるめてまた這い上がってきたら、あのいつか這い上がってきた時にそういうステージに自分が近づいてれば高まっていれば出れるんだろうし、だから簡単に腐っていくやつも当然いっぱいいるんだけど、不良やるやつって腐りやすいんですよ。やっぱだってあの辛抱強くないからみんな楽なこと言っちゃうやつばっかなんで、でもそれぞれが腐らないで上がってくればそれは売り切りなんか関係なしに人生でも多分成功すると思うんですから、そういうのも全部これはなんかみんなが背中を見せていかなきゃなって思ってる感じですね。それこそあの海君もさ、豊橋ってやんちゃな人多かったし、もう何より路上の伝説が兄貴いろんな人見てきたと思うんだね。そうですね、豊橋なんて本当にいい例で、やっぱその環境がそうさせるっていうのはあると思うんですね、うん、だって僕でさえなんかまあやんちゃしてましたかって言われるとなんかしてない、不良じゃなかったみたいなこと言ってるんですけど、それって豊橋の基準で不良じゃなかっただけで、なんかある程度やっぱそういうみんな悪さとかしてたんで、ある程度しないと仲良くなれないしみたいな、そういうのがあったんですよ、ね、そういうノリでついてくるじゃん、うん、リクト君でもそういうタイプですね。そうだね、そう結構やっぱ環境に流されちゃうんで僕も結構なので、だから僕もすごい、なんか深いところまで行ってしまった時もあったんですけど、やっぱそれを救い出してくれたのは格闘技やし、うん、で自分が変わりたいから環境も全部変えたし、その付き合いを友達だったりとか、やっぱ自分からその一歩踏み出すかの差だと思うんですよね。結局は僕もやっぱりその自分一人でいるのでこういうふうにうまくいってきたわけじゃなくて、やっぱなんかタイミングでいろんな人になんかチャンスをもらってというか、本当にそうですよね。そう、それであのどんどん持ち上がったっていうのがあるんで、やっぱなんかその感謝は僕絶対忘れてないから、なんか悪いことは絶対しないですし、だからそういう常にその感謝の気持ちを忘れちゃいけないですよね、うん、なんかそういうのを忘れる人がまたその有名になっても悪さをしたりとか、うん、裏切ったりするのかっていうのが間違いないですね。義理人情を重きに置けということですね。そこは絶対忘れちゃいけないですよね。あとなんか有名になるっていうのは結構もろ派で、それがいい方に行く場合と、まずい風を吹かす場合もあるじゃないですか。だからそういうところも本当に誰かが教えるわけじゃない、自分全員がその属さん管理してるわけじゃないじゃないですか、関わった人。
だからそういうとこもなんか教えていかなきゃいけないのもあるんですよね。なんか心配はしてますよね。こうブレイキングダウンって必ずしも一度出た人がずっと出続けられるわけじゃなかったりしていて、一度大きな日の目を浴びてスポットを浴びたけども、その後全員がそれを続けられるわけじゃなくて、その時にまた悪い道に行ってしまったり、悪い人に使われたりみたいなこととかってのはすごいこう心配もあるんですよ。行ってくるんですよね、そういう時に有名になってるキャリングでも。だから理想は本当に僕はブレイキングダウンの組織をもうちょっと大きくしていきたいと思っていて、で今回それこそ喧嘩自慢の企画にブレイキングダウンの中の大人の人たちを持っ込んでたと思うんですけど、そういう人たちなんかにこう一度スポット浴びたけど、その後逆に言うと面倒見切れてない、うん、あるいは地方にはそれお金がなくて来れないっていう人もいたと思ってて、それこそ野村君って片道切符で来たじゃん、うん、自転車でね、自転車で帰りの電車賃なく来ましたからね。そうだから実際はそれを地方に我々側から出向いてあげるっていうこともしてあげたいけども、さすがに僕たちは時間がなかったりするから、まあ、そういう時に、まあ、暇な売田さんとか暇な売田さんそんなこと言って俺は練習する時間もないのだって、散々土屋とやりたくない練習する時間あるのにしっかり練習してんだから一番練習してる、あんな長い文章 SNS で書くのはよく時間あるから確かに潰し合いが始まりましためっちゃいい話だったのに今寝てないですよ優しい